この物語は13年間病院で看護師として看護をしながら成年後見人になったものの、法律の壁に悩み重い責任と緊張感から体調を崩した私が、ある出会いにより老後問題のお悩みをすべて解決し、お金の不安なく安心安全な生活をサポートする行政書士になったお話。入院したらどうしよう、認知症になったらどうしよう、面倒な入院手続きや支払いができるのかな、老後の世話を頼める人がいない、自分の遺産をどうしよう、そんな方にぜひ最後まで見ていただきたい動画です。1969年2月22日広島市で生まれた。両親と姉の4人家族、自営業の魚屋で、両親は朝早くから店の切り盛り、小さい時はおばあちゃん子で甘えん坊。小学生の時、両親は大変な仕事を私に継がせたくなかった。良い大学と会社へ入ることが目標。中学校受験に力を入れ、小3から4年間毎日塾。黙って従う私を学校の先生は優しく見守った。話をよく聞いてくれるその先生に憧れ、先生を目指した。難関私立中学に無事合格。3年間サッカー部で運動の楽しさを覚えた。チームメイトと同じ目標に向け頑張る。ディフェンスとしてサポートに徹し、チームワークで試合に勝つ達成感を味わった。高校は中高一貫校の男子校。高2から受験勉強に熱心に取り組んだ。山口大学教育学部に入学、小学校の先生を目指した。3年生の時、小学校の教育実習に参加。最初の授業は緊張でガチガチ。でも子供たちが手を挙げて答えてくれ、嬉しかった。人に教える楽しさを味わい、無事教員免許を取得。22歳の時、同じ学部でおとなしいが芯のある女性と出会った。彼女は島根、私は大阪で就職活動。4年間の遠距離恋愛の末、26歳で結婚。島根の奥さんの実家近くにアパートを借りた。その後、女の子1人、男の子2人が生まれた。一方、就職活動は思ったようにいかない。募集人数が多く、合格しやすい大阪で毎年のように採用試験を受けた。でも合格しない。家族を養うため小学校の非常勤講師をした。試験は1回で受からないとどんどん合格しづらくなる。生涯を捧げたい仕事につけない、この先どうなるんだと自信をなくし、完全に負のループに入った。30歳まで6回採用試験を受け不採用、結果を受け入れざるを得なかった。本気で目指しただけに残念。その頃、同じ地域に看護学校が建った。人と関わり人に役立つ仕事をしたいとの思いは消えず、看護学校に入学。一回り若い女学生に混じって学び、病院で実習。33歳で看護師の資格を取り、総合病院に就職。内科、外科、手術室で経験を積み、救急対応から末期がんまで多くの方を担当した。高齢の親が入院しても子供には仕事があり、満足にお見舞いに来れない。すると次第に生きる気力を失い、表情が消えていく。子供が親の銀行預金で入院費を払いたくても、法律で触れないと銀行で断られる。短期貯金の有無を聞こうにも、認知症が進み思い出せない。老後資金を蓄えていたにもかかわらず、住み慣れた家で暮らせない。希望した施設にも入れない。入院が長引く状況に、本人の希望を叶えるいい方法はないかと家族から何度も相談を受けた。家族から預かった大事な存在、一生懸命心を込め体を酷使してケアに努めた。それなのに次第に体質にケアする感覚が麻痺し鈍っていく。ただおむつを変えるだけの対象として流れ作業のように扱うのがつらい。40歳、通信教育で学び看護師をしながら社会福祉の資格を取得。この時成年後見制度を知った。医療では限界があるが、この制度なら本人の望む生き方をサポートできる。たとえ認知症になり思いが言えなくても大丈夫。社会福祉になった時、
成年後見人になる資格があるものとして家庭裁判所の候補者名簿に登録された。本人や家族にできない入院に関する手続き、入院中の自宅の管理、税金、公共料金の支払い、退院時の介護サービスの手配をした。県外に住む家族から直接できないことをしてもらえ助かるととても感謝され、本当に嬉しかった。42歳、高齢者施設の看護師や訪問看護を担当。自分が一番過ごしたい自宅でも安心して過ごせることが大切。自宅のベッドで点滴など在宅看護の技術も学んだ。24時間介護をする家族は疲れやストレスもたまる。話を聞き不安な気持ちも受け止めた。病院で勤務時間外に亡くなるとお看取りまでは関われない。在宅看護で見ること聞くことすべてが新しい学び。人が亡くなる過程にすべてに関わり、本人と家族の心と体のケア、サポートが大きなやりがいになった。一方で46歳の時、職業病の腰痛や体調不良が原因で退職。看護師は辞めたが、私には次の新しい目標があった。それは途方に暮れる家族や本人に法律の知識で役に立つという希望ある仕事。人は誰でも病気や加齢で意思を伝えられなくなる。その時初めて法律の縛りに気づく。さまざまな支払い義務や手続きを迫られる。そんな現実を数多く目にした。その時安心して暮らすための制度が成年後見制度、また親族が相続で揉めないための遺言作成の専門家が行政書士だ。成年後見人という職務に加え、遺言、相続など法的な手続きも可能にする行政書士の資格。看護はできなくても私にはまだできることがある。この資格にかけてみよう。すぐに資料を取り寄せた。それまで法律とは全く無縁。でも法律の力でこの人たちを何とか助けたい。少しでも不安を解決し希望を叶えたい。その一心で障害者施設やデイサービスの看護師を掛け持ち勉強を始めた。1年半の勉強期間中は常にパソコンとにらめっこ。毎日仕事が終わり、夜8時から深夜2時まで六法全書、参考書を片手に勉強。30人ほどの社会人と夏期講習にも参加。休みの日は図書館の開館から閉館まで1日9時間勉強。しかしなかなか成果が出ず、とにかく繰り返し覚えた。教員採用試験の時にチャンスは最初の1回しかないと知っていた。すべてをその1回にかける。合格率 10% 前後の難関試験に無事合格。47歳、成年後見制度と遺言作成専門の行政書士になった。教師の夢は断念し、看護師は引退した。遠回りしたが念願のライフワークをついに手に入れた。これで医療介護だけでなく法律家としても高齢の親とその家族を専門的にサポートできる。個性豊かで意思ある一人の人生を責任持ち最後まで見守り、家族の負担も減らす。そんな私のもとにはたくさんの方から嬉しいお声が届いている。例えば、夫と死別した90代のよしこさん、仮名。高齢者施設に入所中、2人の子供のうち次男には重い障害があり、施設で生活。一番のお悩みは障害のある次男の生活資金。相続で次男により多くの生活保障を残したいとのご相談。よしこさん、私、長男の3人で十分に話し合い、遺言を作成。亡くなった後、次男に十分な財産を残せる遺言を作成することができ、安心した。独身で80代の高橋さん、仮名。子供もいないし、身寄りもない、病弱な高橋さん。自分が亡くなった後の葬儀や遺体はどうなるんだろう。不安が多く、悩んでいた。私と一緒に死後の段取りをご相談の上で決めた。その結果、長年の闘病生活から今後の医療の発展にと検体を希望。私がご遺体を病院へ直に安置する手続きや連絡調整を行うことになった。契約1年後、高橋さんは病気で亡くなり、予定通り検体に。財産はお世話になった方や病院へ寄付。
全て本人の希望に沿った。夫と死別した80代の宮子さん、仮名、子供たちは他県に住み、仕事の都合ですぐに帰省できない。自分が認知症になったり入院した時に子供に迷惑をかけたくないとご相談。私がお子さんの代わりに定期的に訪問し、健康状態を確認、急な入院の際の手続きや支払い、認知症が進行した時の生活の収支も管理する。必要な医療や介護サービスの契約も任された。インフルエンザで緊急入院の際に私が必要な手続きを代行、幸い元気に退院。病気で急に倒れても将来認知症になった時の財産管理も安心。子供の負担が大幅に軽くなり安堵した。人生100年時代と言われるが、そのうち10年間は介護状態という現実。少子高齢化も加速、子供は実家から遠く離れて暮らし、家族や仕事がある。お互いに自立できる親子関係をご提案したい。最後まで自分らしく理想の人生を生きる、そのサポートをするために私は法律の専門家になった。ここまでご視聴いただいた方に、2020年12月発売の最新刊電子書籍、1時間でよくわかる遺言を書く前に知っておきたい10のポイントを無料でプレゼント。上記の方法でご連絡ください。なお、サポートは島根県内の方になりますが、 Zoom での面談も承ります。最後までご視聴ありがとうございました。